皆さんこんにちは。女性初のプロクライマー、元 NHK 講師の小川先生です。向き向き、はい。このチャンネルではトップ選手の登りの解説や皆様からご依頼いただいたオンラインレッスンの公開をしております。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは今日も行ってみよう。こんにちは、小川先生です。側体ムーブやドロップニーなど腰や膝のひねりのムーブが非常に滑らかでスムーズです。またホールドに乗せてない足のバランス取りを非常に丁寧に行えているので安定感があります。手足の置き直しが多い、リードなどをやっているがレベルアップのトレーニングはあるか、ボルダリングは落ちるのに抵抗感があるということで改善点は3つ。特に足の踏み直しが多いように感じました。一番多いところで同じホールドで9回も踏み直していました。より小さいホールドになればブレが生じてくるのと非常に無駄な動きになってしまうので、足首におもちゃの鈴をつけて踏み直してしまうと鈴が鳴るので、鈴が鳴らないように登る練習もしてみましょう。手にもつければ持ち直し踏み直しが減りますよ。またフットホールドが下の方にもあるのに足を上げすぎてしまう場面が非常に多かったです。そうすると下足をよいしょという感じで持ち上げなければいけないので少し大変そうです。踏み替えやクロスステップをもう少し対応できるようになると、このよいしょ感が抜けるようになって滑らかな登りになりますよ。場所によっては足を上げすぎることもなく踏み替えやクロスステップを滑らかに使うことができている場面もありました。しかしメトロノームの速さで35というかなりゆっくりなペースで登っているので、これだと非常に体に負荷がかかりやすいです。登るのが遅めのトップ選手でもメトロノーム58ぐらいのペースで登っていますので、これくらいをめどに難しいチャレンジ課題ではなくてウォーミングアップや登れる自信のある課題からリズムよく登ることで楽に登れるようになりますよ。最後にボルダリングに関して、落ちることに抵抗感があるということですが、落ちることに怖さがあって当然です。世界のトップ選手ですら怖いという思いを抱きながら登っています。むしろ怖いと思うことが怪我防止につながりますので、頭の中では 75% は上を向いてチャレンジして 25% は落ちたら怖いなという気持ちを必ず持ち続けてください。一手ずつ出しては落ちることで慣れていきましょう。頑張ってみてください。ここからはアフタートークの時間になります。60秒レッスンでは補いきれなかった内容をもっと深掘りしていきます。またこのようなオンラインレッスンを有料にて行っております。ご興味のある方は概要欄の URL でお申し込みください。それでは今回のご依頼主様をもう一度見ていきましょう。はい、今回のご依頼主様は1年半前に始められたということです。まずいいところはですね、こういった腰のひねり、膝の入れ込み、そういったムーブの時に非常に柔軟にスムーズに滑らかにできているなっていうところが印象がありました。やっぱりこういった腰をひねったりとか膝をひねったりする動きは非常に省エネで登ることができますので、一つ大きな武器になっているかなと思います。そしてもう一つはこの映像のように足、カウンター足ですね、ホールドに乗せてない足でこういった感じでバランスを取る、そしてバランスをしっかりと取ってからホールドをホールドにめがけていく、こういった場面も足をしっかりとスメアリングをしてバランスが取れているというところが非常に強みだなと思いました。はい、でお悩みなんですけれども、ご自身で自分のビデオを見て気づかれたということで、手足の持ち直しや置き直しが多いっていうところと、トップロープとリードもやっているそうなんですけれども、トップロープの方では11、12台を登っていらっしゃって、リードの方では10台を登っているっていうレベルだそうでして、これからのレベルアップのためのトレーニングは何かあるかどうかっていうところ、もう一つ最後は、ボルダリングも始められたそうなんですけれども、メインがねトップロープリードだと思いますので、まだちょっと落ちるのに抵抗感があるということで、お悩みとして改善点を見ていきたいと思います。さて一つ目の踏み直し持ち直しなんですけれども、どちらかというと私はこの踏み直しの方が非常に足の方ですね気になりました。これ一番多い時で一つのホールドに対して9回ですかね
ちょこ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 こう踏み直してしまってる場面がありました。でやはりねこの踏み直しっていうのは非常に無駄な動きになりますし、あとはこれまだホールドが足のサイズぐらいの大きさのホールドですかねあると思うんですけれども、これがもっと本当に親指の爪ぐらいとか小さくなってきて踏み直しをしてしまうと、もうこれだけでブレてしまいますよね。ですのでなるべくこの踏み直しは直して一発でいいところに乗せてクッと親指の先でね腹で力を入れたいっていうところですね。ここもちょっと違う動きのところでふみふみしてしまう部分がありました。そこでですねこの鈴、なんか幼稚園児の子供たちが使うような鈴のおもちゃなんですけれども、これをね足首につけて登ってみる、で鳴らないように登ってみる。今こうやって踏み直してしまうと鈴がチャリチャリ鳴ってしまうんですよね。そうするとね耳で踏み直してますよってチャリチャリチャリって分かりますので、そういったあの聴覚も使って耳の音の感じも使って登ってみるっていうのが一つの手ですね。で鳴らないように登ろうとすると足をねいいところに乗せないと鳴っちゃうんですよね。なのであの適当に足を置けないっていうトレーニング、しっかりといいところに足を乗せてしっかりと足をグッと意識をしておかないとなってしまうっていう、これね足のトレーニングにも足をね上手に置くトレーニングにもなりますので、もしあのホームジムで恥ずかしくなければぜひ鈴をつけて練習してもらうと足使いが非常に上手くなるのになって思うので、恥ずかしがらずにぜひやっていただけたらなと思います。そして2つ目ですね、主にリードの方を見させていただいたんですけれども、まあ一つ気になったのが足をちょっと上げすぎちゃう場面があるかなと思いました。ちょっと足を上げす、フットホールドがね膝の左膝のあたりに今あるのに右足をガッと大きく上げてしまうので、よいしょって下の足をこう上げてしまう。逆にこれ今左足乗せましたけど右足を乗せて取って踏み替えてもいいのになって思っちゃう場面、これもそうですね。左足がガッて高く上がってしまって、まだあの左足と右足の間にフットホールド2つもあるんですけども足を上げちゃってるので、この後のムーブの時に下の足をこうやって体ごとよいしょって乗せなきゃいけないんですよね。これがすごくなんかあの大変さというか、あのちょっと無駄に感じてしまうなっていう、下の足でも届きそうなのになっていうところがありました。上に乗せてしまうがためによいしょってここが一番しんどそうですよね。こうやってよしあるんですよ、ここに足もあったのに足を右足を上げてしまうので、こうやってよいしょよいしょよいしょってこうまた下の足を上げてこないといけないっていうところで、すごくエネルギーを使ってしまってってもったいないなと思いました。ですのでまずは足が膝の付近にないかなっていうところをまず気にして探してあげるっていうところ、やっぱりね上の方の足の方が目につきやすいですからね、下にある足よりもふっとこう目に行っちゃったところに足を乗っけちゃってるっていうこともありえますので、まだ下の方に足がないかな、下の方の足でも届く距離じゃないかなっていうところを気にしながら行ってあげる。あとはねこう大きいホールドがね、これちょうど今のねホールドなんかこのハリボテの下の方にあるので見えにくいっちゃ見えにくいんですよね。なのでちゃんと大きいホールドの下にも足がないかなとか、こっちで行けないかなっていうところをね、まだこれも足上げなくても下の足でも行けそうですもんね、この距離感だとね。ですのでちょっと上げすぎちゃう場面があるともったいないなと思いました。ここの場面もねヒールフックをしながら足を上げてしまうので余計にしんどくなってしまいます。一度ヒールフックをしてホールドを取ったらヒールフックを外すっていう作業をヒールの解除っていうんですけれどもしていってほしいですね。ヒールフックをしたら次は外すっていうことをすると随分楽に登れるようになるので、ちょっと気をつけてやってみてください。まあ、だからといってあのご依頼主様全部が全部足上げすぎっていう感じでもなかったです。
なんかクロスステップや踏み替えを多用することで非常にスムーズに登れて、いい距離感で登れているという場面も非常に多くありました。ですので、何かの表紙にちょっとビデオを見返した時にね、あれまだ下にここに足があるのに足上げちゃったなっていう場面とかをちょっとチェックしてね、見てもらえたらいいかなと思います。そしてまあそれに伴ってこうやってねスムーズにリズムよくいけてるところもあるんですけれども、ただちょっとご依頼主様全体的に非常に登るのが、まあ丁寧って言ってしまえば非常に丁寧なんですけれども、丁寧すぎてしまってメトロノームでカチカチカチっていう音ですると35っていうぐらいのペースで登ってるんですね。手と足のこの置いていくペースが、それだとね逆にもうか壁にへばりついてる時間が長くなってしまうので余計に疲れてしまう。丁寧なんだけれども登ってる時間が長いから余計によれてしまうっていうね、まあ難しいところではあるんですけれども、もう少しペースを上げたリズムでやっていった方がいいかなと私は思います。その方が変に登る時間が長くて疲れてしまうっていうことがなくなるんじゃないかなと思います。でこれ例えば本間大成選手なんですけれども、日本人選手の中でもう結構本間選手ってゆっくりペースの選手なんですね。で楢崎選手とか尾形選手ってかなりペースが速いんです。で本間選手だとだいたい手足をこうてカチ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 って数えていくとだいたい50、このルートで58ぐらいのペースですね。そうするとご依頼主様は随分遅いなっていうのがわかると思います。で尾形選手は楢崎選手になると70ぐらいのペースでカチ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 こうね登っていくペースなんですけれども、まあ例えば好きな音楽とか音楽のねジャズとかが好きとかね、クラシックが好きとかポップスが好きとかいろいろあるんですけども、同じぐらいのメトロノームの速さで好きな音楽を聴きながら登るっていうのもなんかちょっとリズムを作るのにいいかなと思ったりとかね、なんかメトロノームでカチカチしながら登るのもねなんかちょっと味気ないな、もうがっつりトレーニングみたいでちょっとね、味気ないなと思ったりするので、皆さんだったらこう音楽で同じようなペースであるものを音楽聴きながらリズムよくちょっとペースを早めて登ってみるっていうのもいいかなと思います。そうするとなんか無駄に疲れる登りじゃなくなってきますし、ペースがちょっと良くなると非常にうまい登りに見えます。時にご依頼主様の動画を拝見すると、ああこの次のムーブどうしよう、ああしようかな、こうしようかなってちょっと言い方悪いですけどもたもたしてしまう場面があったんですけれども、そこをもうこっちで行こうっていうスパッと判断して決められる、そういった判断力、瞬時の判断力っていうのもついてくるので、ムーブが起こしやすくなるかなと思います。なのでね、まあぜひちょっとこのリズムっていうのも考えてやってもらうと、トレーニングとしてやってもらうと非常に有効かなと思います。そして最後にですね、まあ、ボルダリングでちょっと落ちるのにまだ抵抗感があるっていうことなんですけれども、まあご依頼主様のボルダリングの動画を拝見してもめちゃくちゃ高い位置までまだね登られてないようですし、こうやってトラバースのね課題とかでなるべく低めといったらあれですけども、そこまで落ちても怖くないような高さで、チャレンジしていたのを拝見しましたので、それはそれですごく私はトレーニングとしていいと思います。ここの高さ、怖くない高さからちょっとずつちょっとずつちょっとずつ高みを少し増してあげて落ちるのに慣れていくというかね、ここまで来ればまだ大丈夫、ここでも大丈夫っていう感じで段階的にね、やっていってもらったらいいかなと思います。トップ選手はね怖くないだろうって思われるかもしれないんですけども、トップ選手だってめちゃくちゃ怖いと思いながら登ってますから、怖いって思ってないと思われる方が非常に多いんですけど、トップ選手だって怖いって思って登ってますよ。ですのでやっぱりね怖いっていうのを押し殺さない方が逆にいいんですよ。怖いって思ってるから怪我しないで済んでるっていうポジティブな考え方にした方がいいと思います。でやっぱりトップ選手でもよし上まで頑張るぞっていう気持ちが 75% ぐらいあるんですけれども、
4分の1の 25% は、あ、やっぱり怖い、あ、ここまで来たら怖いな、でもどうしよう、今落ちたら怖いなとか、そういう気持ちを抱えながら葛藤しながら皆さん登ってますので、これをね、なんか一気に高いところを登ってさあ落ちるの怖くない練習だみたいなことはしないで、今やっているような高さから本当に次にやる高さはホールド1個分上、次やる高さはもう2個分上、それで落ちてみる、次は3個分上で落ちてみる、あ、ちょっとずつ怖くなくなったっていう段階的なトレーニングをやっていくことで、ちょっとずつ怖さが慣れて減っていくというかね、うまいバランスで減っていくと思いますので、ぜひ、ちょっとずつでいいですのでやってみてください。それではまた。 SNS で大反響、日本初のボルダリングオンラインレッスンをやっています。名古屋ではオフラインレッスンもやっていますよ。お申し込みは概要欄まで。レッスン生の成果を続々といただいております。 LINE スタンプも好評発売中、ボルダリングギャグが満載です。インスタグラムやノートでは YouTube 未公開のレッスン記事も書いています。フォローしてね。